ラジオニュース種まきジャーナル、今日の特集です。今日は内部被曝の恐怖と題して2回目のお話を伺うんです。平野さん、はい、実はですね、今からお話を伺います、うん、矢ヶ崎先生は、はい、先週水曜日に出演をしてくださいまして、はい、その時ね、平野さんいらっしゃらなかったんですけども、はい、内部被曝がどういうふうにして人体に影響を与えるかというのを、はい、物理学者の立場からそのメカニズムを教えてくださったんです。ほうほうほう。だから内部被曝が外部被曝以上に人の体にとって影響が大きいんだよっていうのはね、はい、聞いてましたけど、それがどういうことになって、うん、体の中で悪さをするのかっていうのを、より深刻なんですかね。より深刻で、うん、より少量でもずっと同じ場所をたくさんの放射線でやっつけてくる、うん、内部から、うん、というようなお話を、まあ、メカニズムを教えてくださったんです、はい、ただその日はですね、そこまで伺うだけで、時間が来てしまいまして、はいはい、大変申し訳なかったんです、はい、実はそこからのお話が、はい、非常に重要でして、はい、実は内部被曝の恐怖というものは広島長崎でも我々は本当は学んでいたはずだった、うん、学んでいたはずだったのに、実はちゃんと知らされてこなかったんだというふうに矢ヶ崎先生おっしゃっていて、それが一体どういうことだったのか、そのお話を聞く前のところで終わってしまいました。ああ、そうですか。はい、今日はそこから、はい、ぜひぜひ伺いたいと思います。はい、リスナーの方々からも、いやー、こっからの続き聞きたいよっていうたくさんのメール、ファックスをいただきました。ご紹介いたします。琉球大学名誉教授、矢ヶ崎克真先生とお電話がつながっております。矢ヶ崎先生、こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。先週は失礼いたしました。こちらこそ大変失礼いたしました。私物理学の基本が全然わからないんで時間を取ってしまいまして大変申し訳なかったです。ただメカニズムのところはリスナーの皆さんも先週よく分かってくださったかと思います。今日はですね、広島長崎でも内部被曝は実際にあり、私たちは学ばなければいけないことが多くあったんだという、そこのお話から聞かせていただきたいと思います。はい、ですね、はい、実は、原爆が落とされた時にですね、はい、人々が、被爆者の方が、放射線に打たれたんですが、はい、その放射線に2つありまして、一つはこの核分裂が行われた上空から放射線がわっと瞬間的に襲ってきた、これ初期放射線といいますが、これが2km、爆心地から2キロメートル程度までは被爆しました。それでもう一つはですね、この核分裂で作り出されたたくさんの放射性のほこりがですね、はい、大体原子雲が広がった範囲で大変濃い状態がありまして、うん、これにこの人々が内部被曝を中心にひどく被曝させられました。つまりあれですか、キノコ雲って私たち言ってしまいますが、雲となって放射性物質がほこりとしてもう大量にばらまかれたと。そうですね、いうことですか。原子雲がそこに雲があるということは、はい、結論から言いますと、放射性のほこりがそこにあって、はい、バンバンとこの空気中の酸素や窒素をイオン化するという電流をさせまして、そこに水が随分、はい、どんどん集まるもんですから、それで原子雲が形成されましてね、放射能のほこりがあるところに雲が発達していくというメカニズムになりました。でそれで多くの方は実は内部被曝もなさっていたわけですね。はい、典型的には黒い雨というようなことで、はい、この放射能のほこりが降り注いで、はい、来たわけですが、
雨だけでなくて、普通のホコリとしても大変濃い状態がこの原子雲の下で作り出されました、うん、ところがですね、はい、アメリカがこの核兵器で世界をコントロールしようという意図を原爆で原爆投下によって具体化し始めたということが言われておりますが、原爆の破壊力を見てですね、破壊力はうんと大きいけれども、放射線被爆で長期にわたって人を苦しめることはないという、そういう核兵器の虚像を仕立て上げようとしました。内部被爆をあからさまにしてしまうと、自分の国の人もこんな恐ろしい兵器、自分たちのこの地球に使うことが許されるかという、そういう反対運動が起こってしまうもんですから、そういう核戦略を仕立てたというふうに言われております。それはつまり先生、核兵器を、原爆を使ったその瞬間に多くの人を殺戮してしまうけれども、それはその瞬間の破壊力であって、その後ずっと多くの人を苦しめ続けるような形ではないと、そういうふうに言いたかったわけですか。実はその後の被害というのが、戦後68年経った今も人々をうんと苦しめていて、そうですね、原爆投下の後もですね、この内部被爆でバタバタと人が亡くなっているということがね、はい、世界の目に明らかにされかかったことが起こりました。それはですね、9月2日にこの日本は、東京湾内に来た戦艦ミズーリの上で降伏文書に調印したんですけれども、この時に欧米の記者がたくさん日本に訪れまして、その中でですね、2、3人の方が長崎や広島に潜入しましてね、被爆の状況を伝えております、はい、その中身がですね、例えばロンドンデイリーエクスプレスの記者のバーチェットという人がですね、書いた記事は、広島では史上初めて落とされた原子爆弾が街を破壊し世界を驚愕させてから30日が経過しているが、現在でも住民の死亡者が増加し続けている。怪我をしていない人々が原子の伝染病としか表現しようがない病気でバタバタと倒れているというような表現をしたりですね。今のすいません、怪我をしていない人々が原子の伝染病とも言うしかないような状況でバタバタ倒れているというリポートを外国人記者がしてるんですね。ロンドンデイリーエクスプレスに流しました。それで、ニューヨークタイムズにもですね、ローレンスという記者が、人々は今も1日100人の割合で死んでいるというレポートを書いたんですけれどもね、これを聞いて、このマンハッタン計画で情報総を担当していたバーテットという人がですね、ファーレルという方がですね、大急ぎで東京にやってきて、9月6日にこの死ぬべき人は全部死んでしまって、9月上旬において原爆放射能で苦しんでいる人は誰もいないという記者会見をして、その後ですね、アメリカが占領という立場を利用して原爆のデータを一切秘密管理して、はい、例えば ABCC この原爆障害研究所なんかの機関を広島長崎に作って、この被爆者のサンプルは徴収
徹底して取るけれども、治療は一切行わないという、ね。調査はしたけれども、治療はしないってことですか。ええ、そういう非人道的で、今も避難を浴びている、そういう調査をしたり、いたしましたけれども、このデータを一切秘密管理するという中でですね、はい、放射能の埃がなかったことにしてしまって、それでもうその放射能の埃がないということは内部被曝をしていないということにつながるものですから、はい、この被曝者のこの実態調査から内部被曝をしたという指標、あのファクターを一切削除してしまって、それで終戦を迎えるわけなんですけれども、この埃を、放射能の埃がなくなってしまったということは非常に単純なことなんですけれども、はい、広島長崎を襲った枕崎台風の後で測定に入らして、大雨や大洪水で、はい、洗い流された土地のこの放射線量を測定させまして、それでこれしか初めからなかったんだという、はい、そういう科学捜査をさせました。つまり広島ではですね、原爆が投下されて42日後に枕崎台風という台風がやってきて、そして、まあ、大変な嵐で放射能の埃がもう観測できないように、ある意味洗い流されたわけですか。